はい、こんにちは、秋坊こと秋広です。今日はですね、スーパーで面白いものを見つけちゃいました。じゃーん、スンドゥブなんですよ、これ。まろやか豆乳たっぷりスンドゥブということでね、これレンジで3分30秒チンとするだけでスンドゥブが出来上がるんですって。ということでやってみましょう。はい、ということで先ほどのスンドゥブの袋を開けまして、ケースに豆乳の素、それと、出汁をかけて電子レンジに入れます。で、3分30秒ですって。1、2、3分30秒で合わせまして、このまま蓋をします。で、調理スタート。スンドゥブです。どんなものが出来上がるんでしょうね。回ってます。はい、ということでスンドゥブが完成しました。こんな感じになりました。すっごく美味しそう。見て見て、プルンプルン。レンジでチンってしただけですよ。まろやか豆乳たっぷりスンドゥブ、こんな感じになりました。こんな感じです。では早速食べてみましょう。うわ、上にこの膜というか、この、あー、体が温まる。あー、スンドゥブか。実はスンドゥブって食べたことなかったんですよね。で、どんなものかなと思ったんだけど、韓国風の湯豆腐っていう感じですかね。あー、なんか体に優しいお豆腐を食べてるっていう。あー、体が温まりますわ。これは冬の食べ物にしてはもってこいですね。あー、でも電子レンジで3分30秒チンとするだけでこんなスンドゥブですよ。どう思います？便利になったもんですよね。うん、でもここにご飯とかは入ってないのかな。あー、でもご飯入れても美味しいかもわからんね。うん、あ、キムチとかそんなん入れても最高。あ、ということで今日は、まろやか豆乳たっぷりスンドゥブのご紹介でした。ということで皆さん、また面白い企画どんどんやっていきますんで、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。